ジェイソン・ロイド・フィリップスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ軍ら、メサ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、MLB のニューヨークヤンキース参加の AA 級、トレントン・サンダーで、ブルペンコーチを務める。独特なメガネをかけてプレーすることで有名だった。弟は、プロ野球選手で保守のカイル・フィリップス。サンディエゴ州立大学から、 1997年の MLB ドラフト24巡目でニューヨークメッツから指名されプロ入り。2001年9月19日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー。2005年3月に石井和久とのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。2006年と2007年はトロントブルージェイズでプレーした。2008年は 独立リーグのアトランティックリーグに加盟しているカムデン、リバーシャークスでプレイし、同年限りで現役引退。引退後はシアトルマリナーズでブルペン保守を務め、2016年より3年間はブルージェイズで同職を務める。2019年からはニューヨークヤンキース参加の AA 級トレントン・サンダーでブルペンコーチを務める。ポジションは保守であるが、守備よりも打撃が売り、 守備では、保守の中では、肩が弱く、エラーも多い。打撃を活かすため、2003年以降は一塁種としても、併用されていた。ありがとうございます。